武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは京都産業大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、時間が80分で、形式はすべてマーク、となっています。で、大問が8題ですね。で、これは3科目型でも2科目型でも共通となっていて、構成としては、読解問題、ですね。こちらが、長文が4題、と、文法が2題、会話が1題、発音が1題という形ですね。ただ長文に、関して言うと、前半2題、に関しては普通の一般的な長文ですが、後半の2題、に関しては、長文とは言ってますが、文の並べ替えや、文挿入なので、センターの第3問に近い長文というふうに考えてもらえばいいですかね。要は長文とは言っても大して長くない、もので文を補うような形なので、形式としては本当にセンターにかなり近いものだというふうに考えてもらえればいいかと思います。で、問題の難易度も、かなりオーソドックス基本的なもの で、長文そのものの長さは大したことないので、センターほど時間には厳しくない、ただ、やんなきゃいけない対策に関してはセンターに通ったものが多い。センターの対策から第4問第5問の対策抜いて、その分全体的な完成度を上げる形ですかね。で、時間は結構余裕あるかなと。で、発音アクセントと会話に関しては、それぞれ、一般的な文法書に載ってるもの対策書、ネクステージのですね、の文法範囲、会話範囲、発音アクセント範囲やっとけば文法問題も発音アクセントも十分対応できるかとは思います。ちょっと問題解きたかったらこれこ、それこそセンターの過去問とかで、フォローしておくといいんじゃないかなと思います。で、長文の難易度も日大レベルの参考書終わっていれば十分ですので、基礎の完成度をしっかり上げて取りこぼしないように仕上げていってください。以上が英語の勉強となります。